ジャブ、まあ、初めボッパーね、そうです、ちょっとコロンとアッパーになりまして、そう僕のこの中、そうです、中、そうなんで、はい、やっぱり嫌ですね、中、ちょっと、って感じだと、変わるんですよね、こう、パン、うまいね、うまいね、例えばこれを、こうなってて、今中にジャブするじゃないですか、それを例えば、針してジャブとか、そんで、またここから、で、フック、って感じだと、アッパーの代わり、ダブルジャブってことかな、最初、タンリズムをタンで、そこからそのフック、そうです、体の位置をちゃんと自分の場所だけ取った方が安全なんで、こうなってるパリになるジャブで、そう、で、外してもいいから、そういうの、当たらなくても、自分のただ場所を取りたいだけなんで、最初はこう構えないじゃないですか、中にまず、いけそうと言ったらジャブ、で、またフックですね、フックでもいいし、そうやってますね。でもいいし、なんか、でもいいから、アッパー、外で、これもいいし、なんで、パーン、アイスですね、そう、パーン、で、パーン、あ、うまい、うまい、で、それを読まれたら、当たって、ジャンプで、ジャンプ、そう、はい、パーン、パーン、で、フック、そうってやると、もう、すごい嫌な角度なんで、嫌な角度取った方が安全です、なるほど、で、パーン、パーン、パーン、で、なるほど。なんとなかなか入れないし、仮に入られるときはさっきも言ったけど、こうなってるんですか、こうなってて足取られてる、ここに行ったら、それを見たら、で、もう一回こっちに行ったら、もう一回払う、で、上、返すみたいな。足を詰められないときのコツは、例えば今、この幅、この幅が結構崩れやすいと思うんですよ。で、これを詰められないときは足を短くする、そう、この歩幅を。歩幅を短くすると、ボディとか回転が速くバランス。ボディってやると打ちやすくないです。これを足長くして、そこからボディってやると、体重が乗らないです。なので、前体重にしてるんで、持ってきたら、ドンドンドンで、最後、フック。下、要はやられるパターンやと、ポンポンポンってやると、分からないです。なので、下、上、そのバランスが崩れてるからね。前体重でも飯食っていい。そうそう、歩幅それぐらいで下に下げる。で、投げられたら、ドンドンドンって感じ。いいっすよ。なので、バッバッって感じ。で、あと、また長くしていいからね。歩幅を。でも、ロングの時は、ちょっと長めでいいんだけど、でも、近づかれた時に、もう一回こうやってやったらバランス悪いじゃないですか。そうですね。遠い時用なんで。僕いつもだから、こう。そう。近くても遠くても、歩幅が変わってないもんで、近づかれたら、自分が耐えなあかんから、そういう感じ。で、はい。またエスケープ。でも自分が入られた時のことを考えてもらって、入られた時はしっかり足を歩幅を短く、自分も打ち返すっていう。逃げてばっかりやったら、相手調子乗ってくるじゃないですか。もうこの子めっちゃ嫌がったねやって、分かっちゃうから、接近されても焦らずに、しっかりこう踏ん張って、バンって感じで、そういうの。近づかれるってことは、相手絶対腹から来るんで、こうやって腹から崩してくるんですよ、でかいで。そう、そこをもう、リターンに狙っていけば、これで固めとけば、それでそこそこ別にその回数がいいだけなんで、打った側の手で打つってことは、相手打ってるのにここにガードないじゃないですか。だから、打たれた勢いでそうそうって感じだ。そういう感じなんです。あとは、その近づかれて、あと遠いところは、ジャブの差し上げたら、ジャブ、こっち僕のジャブにストレートする。そう、ジャブ、自分がまずきっかけ。じゃあ、返した。あ、うまいね。そうそうそう。よいしょ。そう。それを自分でジャブ出して、もう誘っとるんで、集中しつつ。なんで、よいしょ、よいしょ、そうそう。それを、そこをもう、そう、ナイスの話。あ、いいね。OK、じゃあ。そう。打ったらそこで止まってくれても、また前に出るとか。前でもいいし、じゃあ、僕逆でですね、ジャブください。OK、ジャブください。こう打って、近くに。ああ、なるほど。なんで、ジャブ、はい、で、中、そう、先生、だから、ボディでも何でも、そこに折ったら危ない。なんで、ジャブ、はい、で、ズレとか、そういう感じ。おいしい、ジャブ、ストレート、右アッパーの縦、そう、で、ストレート。そうですね、はい、ジャブ、はい、タン、タン、タン、そうそう、その一連の流れ。はい、はい、そうそう、もうちょい。はい、ジャブ、タン、タン、そうそう。これをね、飛ぶもんで、これに、で、
間で、はい、ああ、そうです、はい、ああ、いいね、いいね、そう、最後のストレートの距離が合わないんです。はい、はい。あ、ね、ああ、いいね、いいね、そう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 。あ、ね、違う、はい。前に詰めたらもう一回そこで、バーン、そうです。もう相手の体勢を崩すっていうか、はい、はい、ジャブ打って、そした。で、すぐ、そうそう、追い込む。はい、そこで、そこです。なるほど、なるほど。はい、ジャブ、はい。で、そう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 。で、そこを今やったら、はい、言うと、強いパンチにしたかったら、はい、ストレートと合わせるじゃないですか。はい、あ、僕、この、こうやって合わせる、はい。で、下がってください。あー、パーになってるんですか。で、ここ今、こう入っちゃったから近くなったんですよ。はい、で、ここまでいけそうやったら、これを、こういう感じのストレートの方が、はい、次足みたいな。そう、ストレート。はい、皆さん、せーの、ドンの方が、なるほど、なるほど。強く打てるんです。ストレートです。はい、体重を乗せるというか、はい。ストレートです。うまい、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 うまい。の方が全体重があります。普通の今までの打ち方だと、こういいです、ここの方が見やすい。ここまで飛び込んでください。こんな感じです。はい、それをさっきの足をやり出すやつを練習します、はい、でそれを最後に決める、はいはい、ジャブで、決まらないで、ね、それで汗を、そうそうそう、じゃあ、はい、で、そう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 、今ね、今、はい、で、そう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 、はい、リズム。ああ。あ、よしよしよし。そうそうそう。そうそうそう。そこ。そこやね。そこやね。はい。なんで。ダウン、ダウン、ダウン。で、そうそうそう。リズム。ダウンで、そうそう。そう。で、やっぱ決まると、はい、すごい、体重が乗ったら分かる。はい。なんで、はい。そう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 、それもやし、例えば、まあまあ、もうワンパターンとしたら、はい、こう打って、だんだん後ろ下げてください。で、こうやって、こうやっていくとじゃないですか、はい、でそれをこういうのもあるんで、あ、はい、どっちも変えれるし、まあ、そういう状況ね、はい、まあ、ストレスだけでいいけど、まずは。だからね、ああ、そう、それもね、同じ、同じこと、同じことやるけど、なるほど、はい、もう一回言います。はい、そう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 。そうす、難しい。はい。はい。はい。そうです。はい。はい。来週行きます。なるほど。はい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 。そうです。はい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 。そうだ、もう一回。はい。じゃあね、最後に、最後に振ってやればいい。これで終わり。最後に振りましょう。最後に振りましょう。はい。そう、惜しい。じゃあ、2回やりましょう。ストレートから。ストレート。ストレート。はい、次は振って。はい。じゃあ、足で足足。はい。オッケー。